ルハさん。プリミティアプレイヤーエールです。今回はミサイルランチャーを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらに精度を上げて遠くから当てられるようにしようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはミサイルのように後ろから火を撒き散らしながら飛んでいく動きを再現するために、火薬と松ぼっくりを組み合わせてロケットエンジンを作ります。とりあえず3つずつ組み合わせて石を飛ばしてみましょう。火をつけてみると、2回目の爆発で松ぼっくりが壊れて止まっています。同じサイズの松ぼっくりですが、壊れるかどうかにランダム性があるみたいですね。そこで間に丈夫なプラスチックを挟んで壊れないようにすると、途中で火薬が一つ外れてしまっています。試しに近くの的に当ててみると、なぜか最初はゼロダメージですが3回爆発しました。今度はこんな感じで間に2個ずつ極限まで小さく切った松ぼっくりを挟んでみました。飛びすぎないように前にプラスチックの塊をつけた状態で試してみましょう。すると、しっかり3回爆発して飛んでいっています。角度を上向きにすると、炎は上に伸びる性質があるので爆発のタイミングも早くなってますね。回転するようにベアリングにつないでみると、この方法だとうまく全部爆発してくれないみたいです。でもまっすぐ飛んでくれればいいので、もっと火薬の数を増やしていきましょう。命中精度を上げるためにそれぞれの部品が全く同じ大きさになるようにカットしているので、とても規則正しく並んでますね。全部で19個の火薬がセットされています。数が中途半端なので、前の石とプラスチックを外してこちらの3キロの火薬を前に取り付けましょう。これが最後の20個目の火薬となって大爆発してくれるはずです。早速発射してみると、地面を張っていって爆発してくれました。でもどうせなら空を飛んでほしいので、斜め上にセットし直して発射してみます。爆発の間隔も速くてしっかり飛んでいるので、かなりミサイルっぽいですね。ちなみに回転するようにベアリングにつないでみると、途中で火薬が折れてしまっています。回転させるとダメージ判定が変になってしまうみたいです。今度は木を狙ってみましょう。当たれー。当たったように見えますが、ダメージはゼロですね。もっとダメージを与えられるように先にタングステンの後、空を飛ぶ翼の役目を期待して古代のヘイロープラスチックを貼り付けてみました。さらにミサイルっぽくなりましたね。早速発射すると、途中で方向を変えています。どうやら火薬の上にかぶるように古代の軽量プラスチックがついているので、火薬の爆発のダメージで壊れて方向が変わっているみたいです。どうせ壊れるなら薄くしてさらにミサイルっぽく貼り付けてみました。ミサイルの周りには飾りとしてプラスチックのフィンを取り付けておきます。早速この状態で発射してみると、最初はいい感じに飛びますが、途中で大きく方向を変えて暴れ回っています。このままでは命中精度には期待できませんね。これも途中で古代の軽量プラスチックが
壊れているせいだと思うのね。前に草の棒をつけて延長して、最後の火薬以外の爆発が、ミサイル本体に当たらないようにしました。これなら最後まで、形を保ってくれるはずです。早速発射してみると、いい感じにまっすぐ飛んでますね。後ろに松ぼっくりやプラスチックをばらまいているのも、なかなか面白いです。今度は木の葉っぱを狙ってみましょう。ダメージが入りません。もう一度撃つと、今度はダメージが入りましたが、まだ破壊できません。さらにもう一度撃つと、よし、しっかり命中して、破壊してくれました。当たりどころが良ければ、なかなかのダメージを与えてくれるみたいです。これでミサイルブームはできたので、ミサイルを簡単に発射できる、ミサイルランチャーの本体部分を作っていきましょう。火薬部分に、大きなプラスチックの筒を通して、後ろの方で、タングステンとミサイルの後ろ側を繋げます。このタングステンに電流を流すことで、火薬を爆発させて、発射しようというわけですね。ここからさらに、バッテリーや引き金、飾りも追加していきましょう。ちなみにこのミサイルランチャーのモデルは、FGM-148 ジャベリンという種類のものです。本物はミサイルが格納されていますが、それは難しそうなので、前にミサイルが突き出た構造になっています。よし、これでとりあえず、ミサイルランチャーの完成です。見た目はそれっぽいんですが、ちゃんと発射できるんでしょうか？早速手に持って、左手をひねることで、タングステンに電流を流してみると、ダメですね。長い火薬部分が本体に当たって、発射と同時にミサイルが壊れて、うまく飛んでくれません。それでは困るので、ミサイル部分を前に移動させて、それに合わせて、タングステンの位置も変えました。少し見た目が変になりましたが、これなら発射できるんじゃないでしょうか。しっかり支えて、左手を手前にひねると、よし、発射できました。カメラに向けて発射すると、なかなか迫力がありますね。今度は木を狙ってみましょう。いきますよー。ミサイル発射5,800K ダメージを与えています。当たった後に上に飛んでいく姿も、なかなかかっこいいですね。今度は木の幹の部分を狙ってみると、よし、6,786ダメージ。丈夫な木の幹も、一発で破壊できています。探索は遅くても、火薬が爆発し続けるおかげで、遠距離でも威力が落ちにくいのが、いいところですね。今度は、ドローン工場の壁を狙ってみましょう。そうすると、地面を張っていった後、連続ダメージを与えて、壁をボコボコに破壊することができました。それからも、何度もミサイルを撃ってみましたが、結構狙ったところに飛んでくれるので、命中精度は悪くないですし、しっかり当たれば、連続ダメージが入って、壁を破壊することもできます。なかなか強い武器になったんじゃないでしょうか。ちなみに、ミサイルを発射した後、最後の爆発で、ミサイル本体が後ろにすごい速度で、飛ぶことがあるので、後ろの木が破壊される、謎の現象も、たまに起こってくれます。普通の銃と比べると、小さな的は苦手ですが、大きな的なら、なかなか効果的なダメージを与えてくれるので、敵の施設の破壊なのに、役立ってくれそうですね。それでは次は、こちらのザゴキャラ軍団を狙って、撃ってみましょう。果たして3匹同時に倒すことは、できるんでしょうか。早速発射してみると、外しました。
やはり小さい的は苦手ですね。それでも諦めず、ザコキャラ3匹を全て倒すまで、何度も発射し続けていると、よし、ミサイルの通過で2匹破壊した後、後ろに飛んできた松まくりが当たって、3匹目を燃やして破壊することができました。ついでに私の顔も、バグってずれてしまってますね。前回もバグっていたので、今度は一度リセットして、顔を元に戻しておきました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。プラスチックの筒を覗きながら、左手をひねって、発射いい感じにミサイルがまっすぐ飛んで、後ろに散らばった、プラスチックが当たったのか、3匹すべてを倒すことができました。遠くまで飛んでいくのがかっこいいですね。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、ミサイルランチャーで撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？後ろの方から狙って、撃ってみると、なぜか火薬の2発目以降に着火してくれません。何度か撃っても同じ結果だったので、周りのもののせいかもしれませんね。場所を変えてみましょう。そうすると、今度はちゃんと着火してくれています。でも、なかなか当たりませんね。結構いいところに飛んでいるのね。何発か撃てばすぐ当たるかと思いましたが、スライムが少し地面から浮かんでいるせいか、なかなか当てることができません。それでも、徐々に近づきながら、しっかり当てられるように、狙い続けていると、やったー！ 5869 ダメージ。距離が近くなったおかげで、火薬を消耗する前の、重たい状態で、重い一撃を食らわせてくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムを美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ミサイルランチャーさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、